せーの、あーお、にゃんにゃんにゃん、青チャンネルのカズキです。ワンです。タケです。オシです。アメです。はい、今日はなんと栃木県は日光まで来ました。イエーイ。ここは日光東照宮、東照宮グー、はい、東照宮ですね、はい、皆さんぜひ一緒に旅行してる気分になってね。ちなみにここ初めての人、はい、はい、あれ誰が来たことある？僕来たことあります。あ、そうなんだ。あ、すごいじゃないですか。修学旅行で。へえ。でももう遠い昔の話なので覚えてはいないです、うん、おしおばさんだっけ、うん、はい、はい、じゃあ見ざる聞かざるをね。そうですね。あ、そう、ここなの？そう、ここですよ。あ、え、見ざる聞かざる言わざる。そうそうそう、はい、見てきたい。ありがとうございます。現役でよろしくお願いします。実はあのアメちゃんもわりかしエロザル。あ、はい、あるわ。今日ワンちゃんカメラマンなんでね。素晴らしい。いや、文字以上、俺のサムネに使える写真がいっぱい。ああ、これ永遠に困ってるから俺。それからね、次のアイコンに。そう、それはいいよ。それ最高。ナイス。お、これは良さげなものが出てる。でももうなんか始まってる感じ。始まってる。どうしようか、始まってる。多分でも赤い建物なんだよね。なんかパンフレット的なものが欲しい。おばあちゃんや。考え方。いや、ここはこういうねみたいな、こういうお宮なのねっていうのか。お、煙かぶれる系ですか。煙かぶれると思います。それでも浅草なんじゃない。煙がかぶれるそうです。ここで。インドをさ。ね、どっかにいるよね。ちょっと探して。何が？標高が。あ、へえ。スカイツリー。すごい。すごいこれ。京都にもあったやんな。うんちこ30円30円も取れてるな。自信。誰よりもおじいちゃんかもしれない。え、結構急だねこれ。結構急。あれ、いらっしゃった。左、左、左。どちらに？左に、左に。壁に。本当だ。はい、見ざる？言わざる？聞かざる？いいのが撮れました。もう一回。なんで？あ、かわいい。こんな感じで。あ、かわいい。かわいい。かずきさんたちのやつ。あ、かわいい。もう本当に。どうですか久々の東照宮は。久々の東照宮、いや意外と覚えてないもんですね。もう十何年前の話なんで、もちろんあれなんですけど、あれです。
うん、あれってあればっかり。あればっかりなっちゃうんですよね。パンちゃんどう？パンちゃんすごいですね。こんな大きいとこ初めて来ます。ねえ。広いよね。国宝だって。唐門じゃない？唐門。唐門や。ビールの神様。本当にビールの神様。すごい。あれ本当に。オリオンビールだって。残念なお知らせが。キリンでした。こちらは。あ、大嫌いでしたか。あ、好きなんですけど、僕は朝日が。あ、そっか。でもキリンとね、あれか。ご縁が。なるほどね。レイジューキリン。キリンが来る。え、すごい。これなんかすごいね。なんかラベルがさ、おしゃれじゃない？え、限定パッケージみたいな。うん、眠り猫っている。でも日光東照宮って書いてる、ちゃんと。売ってたらいいですね。ね。あれは。あ、空気。眠り猫だって。はい。猫といえばね、我が我が神よ。はい、我が神ですね。いたどこ？あ、あれです、あれです。あ、ほんとだ、いた眠り猫絵馬。じゃあ、入っていきましょう。おばしょっと。おばしょっとだった今。でも俺もそうなんかなと思って言い切らんかったけど。うわぁ、すごい。すごいわ。すごいわ、ここ。パワーって感じ。健康すぎ的に言うと。ねぇ。もう一回言って。パワー。健康すぎ的に言うとね。もうわりかしね。もう始まって生き切れが始まってる。体力の限界を迎えているかもしれません。私には、はい、本当だ、目の前に。いや結構だなこれ。嘘、すごい現実が待ってる。うん、すごいわ。じゃあアミ君にちょっとカメラを渡したいと思います。はい、これエスカレーターじゃないんだよね。違いますね。動かないですね。そんな電動なものは入れられません。すごい。めっちゃいい運動やわ今日。帰りの運転寝ないでよ。大丈夫です。大丈夫。寝たら寝た時です。本当にやめて。あ、すごい、めっちゃ上まである。まだどこまで上がって何があるんやろ。2人のこの後ろの舞台のおばさん。え、まだあるの？そうそう。あ、でもあれが最後。休憩。よりこしの身にはかなわねえな。休憩。普段運動しない人がさ、運動したってさ、こうなるに決まってるやん。逆に、ならん方がおかしい。行こう。参拝したらいいことありますか。か失礼します。最後じゃないですか。狛犬がいる。ね、狛犬がいますね。守られとるわ。かわいい。全部置いたわ。あ、つらが。本当だ。だってちょっと気温がまたここ違うもん。寒いですね。寒い。いやもう寒いの。もしかしたら神の塊か。木の上部がいつ失われたのかはね、逆にいい。なんならいい。ちょっと文字探そうと。いつ失われたか不明。わかんないんだ。
願い事をしてきました。叶うといいな。おし、何願ったの？青で楽しく働けますよ。絶対嘘じゃんね。本当ですよ、これは。あ、そうなんだ。はい、それこそが私の望み。じゃあ今願わないと楽しくないってこと？違いますよ、これからですよ、これから。なるほどね、これからもうね、はい、今は本当にストレスフリーで楽しく仕事ができてるので。そう、これからこれが崩れたらなって。おっ、え、だってみんなやるんですよ、うん、一番最初にやったらさ、一番あれじゃない。なんか昭和の匂いすんだよ。大丈夫。昭和なんだよ。はい。関西魂出して。かわいい。かわいいね。じゃあ最後の鳥。わあ、受けない。全然違う。犬と猫のコラボレーション。ワンニャン時空伝。コラボレーション。はい。ね、可愛いよね。207段の石段を上り下りした僕たちはまた一つ大人になりました。はい、そうですね。それにしても初めて来ましたが、とても空気が綺麗で雰囲気も良くて素晴らしいでございます。もしごめん、ちょっとこれ落ちそう。大丈夫、大丈夫。アメちゃんは何を願ったの？ここまだ願ってないんです。あ、願わなかったの、さっき。あ、さっき願ってないんです。あの、ホットワークも願ってないです。マジで願い、じゃあ今願ってみて。はい、何願おうかな。いい体になりたいですね。それを願わなくても努力するもんじゃないのかな。いや、なんかそう、脂肪がつかない体質なんで、脂肪がつく体質になりたいです。ああ、はい、体質の問題か。そうなんですよ。いや、悩んでるんですよ、これ。夢がない。夢がない。もうね、ちょっと太りたいんですよ。どうやったらつくのかな。俺と同じ食べ物を俺と同じ速度で食べたら太るよ。僕ね、多分ね、あの栄養素をあのそんなに、うん、吸収できないみたいな。ああ、なるほどね。そうね、嫌なんですよね、この体は。はい、これから撮影禁止区域に入ります。はい、やばいっすよ、これは。はい、そこで何が起こるかは、何が待ってるんでしょうか。もうこれはね、言えないですよ。はい、若い子も見てるんでね、さすがに。はい、東照宮行ってきました。はい、どうでした？パワーでしたね。すごかったね、うん、どうでした？よかった。でかかった、冷たかった。でかかった、冷たかった。どうでした？やっぱ見れなかった ね、 でしたね。カメラ禁止区域で何が起きたのか、うん、空気が住んでましたね。他の人喋ってんのに声がでけんだよ。素敵な場所でしたね。はい、本当に綺麗なとこでした、ね、笑ったわ。うるさい。バイバイ東照宮。東照宮を後にして次に行くのはこちらですね。二良山神社、はい、おじいちゃんが骨折しそうなことをしてワンちゃんが冷ややかな目で見ております。まだほら少年のところはそれでないっていうさ。はい、すべての参拝が終わりました。終わりました。お疲れ様でした。もう祈りまくりましたね。祈りまくりで、いやすごいパワーをもらいましたね。はい、これで2022年もきっとすごいいい年になるのではないかと思います。はい、じゃあ次はお昼ご飯食べて行きましょう。中身寒くなかったですか？寒かった、うん、足冷たくて。あー、おじいちゃん何食べるんですか？年がいもなくミックスグリルでございます。すごいね、本当に男の趣味と一緒ですね。がっつくタイプなんで。
はい、ということで東京到着しました。はい、お疲れ様でした。はい、たくみさん長い間運転ありがとうございました。そして生きて帰ってこれました。はい、バンミ実は死んどるよ。死んでないんで無理。はい、で僕たちのね今日の Vlog 楽しんでいただけましたでしょうか。どうか、はい、ぜひねこの動画がいいと思ったら高評価、コメント、そして拡散よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。